じゃあ、中学1年生。はい。じゃあ、手組んでいこうか。これが年になりますと、だんだん。もうファンがいるの。もうファンがいるの。もうファンのがいるの。掛け声かかったけど。ああ、これは自前のデュオタード。なんかやってるの、踊りを。ちょっと。はあ、どういうダンスやってるの。言えません。な、言えない。恥ずかしくて言えない。そんな恥ずかしいダンスあるの。そんな、え、まさか妊産婦用 のダンスやってんじゃないだろうね。そんなことは暗算ダンスもあるから。そう、ちょっとじゃあ踊ってもらおうか。いい？はい。位置はどの辺からスタートしますか。じゃあその辺からいきましょうか。はい、どうぞこちらへどうぞ。これはこういう服装をしてるってことはこれをやるわけ。はい。はあ、何年間ぐらいやってました。4年間ぐらいです。やってる。はあ、せっかくだからね、ちょっと見せてもらいましょうかね。はい、音楽ちゃんと用意してございますので、ね、はい、じゃあよろしくお願いします。濡れた T シャツドッキリ、脱げばキラリ、赤いビキニ、イエイイエイ、あなたチェアあの上で薄め開けて私のことを見た。はいはいはい、どうもごめんね、伴奏も何もなくね、よくできたと思いますけどね。なんでレオタード姿が必要なんだっていう説もございますけどもね。ちょっと聞いてみたら、レオタード初めて姿になった人手挙げて。何？あー、初めてなの。はい、どう気持ちは？恥ずかしい？恥ずかしい。恥ずかしいもんか。おい、どうした？唇かゆいか？
これデオタウトとか水着だかよくわかんねえね。楽しいこれ。そうか、色とりどりでございますけどね。それでは皆さん最後に行きましょうかね。これで全て、審査は終了したわけでございますけどね。審査員の皆さん、また厳正なる審査をよろしくお願いします。それではもう一回ポーズで決めるぞ。せーの、うわー、松島智子さんから商品と査定が授与です。自信なかった。もう話になりましたね。深井先生から商品が授与です。はい、しかし鍛えると何でもできるんですね。すごい鍛えたことです。商品が授与されます。そうですね。おめでとうございます。よく似てるじゃないか。さっきからね、そう言ってますね。なんか似てるね。神谷さんから商品授与ですね。おめでとうございます。デオタードは派手だったな今日は。これはでかいね。よかったな。ぬいぐるみ好き？はい、好き。好きです。はい、今日抱いて寝てくださいね。はい、どうもおめでとうございました。第3位です。おめでとうございました。五郎君、五郎が好きだった。はい、どうもありがとうございました。おめでとうございました。純密ですよ。はい、出てます。はい、はい、これもございますよ。はい、はい、どこいらっしゃる。いや、どこいらっしゃるところハワイに決まってる。他自由に選べないんだよ。ハワイのどこに。あ、ハワイのどこって言ってまだね、決まってない、ね、まあ、とにかく元気でね、楽しくいってらっしゃいね。だ、おめでとう。おめでとう。どうもありがとうございます。どうも、はい、おめでとうございました。14番自ら光り輝く王冠が与えられます。よかったね。まさかと思ったでしょ。はい、嬉しい。嬉しい。よかったね。ガウンも着せてもらったんですね。ネグリじゃないですよ、これはガウンですぞ。はい、おめでとうございました。トロフィーもございます。そして、はい、ディズニーランド行きの切符持てますか。よかったですね。どう、本当に涙出ておりますけどもね。まさかと思ったでしょ。はい、嬉しいです。お母さんちょっと読みましょうか。お母さんどうぞ。お母さんどうぞ。